この訓練は、熱中症のリスクが高まるこの時期に、送迎バスに取り残されないよう、園児が自ら助けを求める方法を学ぶために、三重県鈴鹿市の幼稚園が行いました。園児らは手が届く低い位置に取り付けられた非常ボタンを押したり、運転席のクラクションを鳴らしたりして、車内に取り残された際の対処法を学びました。やっぱり熱中症対策というので、それが一番心配です。それから置き去りというのは絶対なくすというふうな形で取り組んでいきたいな。この幼稚園ではブザーなどに頼るだけではなく、教室内でも園児の人数を改めて確認するなど対策を徹底することで置き去り事故防止に努めたいとしています。